い、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時半ですね。6月の21日月曜日でございます。結局今日はですね、マイナス953円ですね。2万8000飛び10円というところで、まあ2万8000台を守ったその意味があるのかどうか知りませんけど明日どうでしょうね。明日、今ニューヨークダウの先物は時間外でですね、やっぱりマイナスになってますね。まあ止まるかどうか。ビットコインが派手に下げてますね。368万円になりました。ドル円はちょっと円高になって109.95ですね。原油先物71ドルと高いんですよ、これがまた。はい、さて、日経新聞にこんな記事が出てましてですね、首相五輪緊急事態宣言かな、無観客も辞せずという記事です。今日の14時58分といいますか、今さっきですね、30分ほど前に出た記事ですね。菅義偉首相は21日、7月から始まる東京五輪パラリンピックについて、期間中に緊急事態宣言を再発令するような事態になれば、無観客での実施もあり得るとの考えを示した。安全安心のための無観客というのは辞さないと述べた。都内の視察先で記者団の質問に答えた。新型コロナウイルスの感染状況次第で無観客というのも臨機応変に行うと考えながら、国民の安全安心を最優先する大会にしたいとも語った。都内の視察…と以下有料なんですけど、まあ別にか、この先書いてあることはね、大体予想できるんで、開けませんね。もう本当にこれ、こういうのを読むとですね、もう開催ありきということですね。もう中止は一切考えないと、中止も延期も考えないと、やるんやと、何があってもやるんやと。結局ね、これはね、なんでやるかというと、もうここまで来たからやるしかないからやるんですよね。それ以外の理由はないと思います。菅さんの頭の中はずっと開催ありきで来ているわけでして、それに合わせて緊急事態も出してですね、今頃収まってなあかんはずやのにですね、まあ収まったような収まってないような感じですね。それがためにですね、ワクチンの接種をガンガン進めてるんだけども、まあ、笛を吹けどもですね、思ったようには踊っていないですね、我々国民は。なんで接種率もですね、まあ、高齢者はね、進むと思いますけども、若い人はそんなに進まないんではないかなという気がいたします。これこのまま開催、強行開催ということになる、なりましょうけども、こんだけですね、反対が多いわけでして、国民の大半はですね、年内やめたらええやんと思ってるわけですね。やめたらええやんと思ってるのをやるわけですから、もしやってですね、このまああれですね、いろんなことが起こればですね、なんで開いたんやということになりますね。菅内閣は火の玉になります、そうなると。それをこう、それをね、予想できてるのかできてないのかっていうのはようわからんですけど、もうやめられないですからね、今更ね、もう一月です。一月なんでもうやめられないわけでして、選手団も陸続と入ってきてるようでして、金の選手村が公開されました。意外とチャチーですね意外にチャチーやんといろいろなってますけど、で、思ったように感染者もですね、少なくなっていないわけでして、今後ですね、少なくなるというよりも第5波ですか第6波ですか知りませんけどが来るんちゃうんかなという気配すら漂っています。さて、これでですね、緊急事態宣言をもう一回出さなあかんということになったらですね、まあ、この前出すときにね、この指標っていうのがありまして、今表になってますよね。あれがですね、その全部その一定のラインを超えたらもう一回出さざるを得なくなるわけですね。ここが基準っていうのを示してるわけですからね。感染者が何人で、病床の使用率が何パーでみたいな。で、
まあ、沖縄まだですね、緊急事態宣言下にありますね。でもう一回こう今後ですね、開催までの間に緊急事態宣言を発出せざるを得ない場面が来た場合どうするか、出すんでしょう、それ出さざるを得ないと思います。で、出してで中止にするのったらせえへんねやんねんって、もうこれやる限りはやらなあかんねんっていうことになるわけですね。どうするんでしょうね、もういや、なんで、しかし本当に毎回思うんですけど、なんでこの、なんて言いましょうね、今まで辞める機会が何度もあったのに、そこでこう決断をせずに、こうずるずる来てしまったのか、ということがもう不思議で仕方がないわけですけども、やっぱりそれ菅さんの性格だと思いますね。こう、誰が辞めるって言い出すと言って菅さんが言うしかなかったんだと思うんですね。小池都知事はですね、こう自分から言い出しっぺになってその責任を負うということはできないタイプの方ですから、こう様子を伺いながらですね、自分がこう棋戦を制するということはやったかもしれませんけども、ちょっと小池さんの出てくる場面ではなかった、言うとすれば菅さんしかいなかったんですけども、菅さんはそのやるかやらへんかって言ったら、もうやらへんという方法を選ぶタイプですね。やらへん、何をやらへんかっていうと、その五輪中止をやらへんということですね、中止を言い出さないということですね、いわゆる不作為の方ですね。やるっていうのは規定路線ですからね、それをやめるか、そのまま何もほったらかしてずるずるいくかっていう、ほったらかしてずるずるいくという方を選びになった。解散総選挙もそうですね、この彼が総理大臣になったのは去年の9月ですから、この間何度もですねチャンスはあったわけですけども、そのたびに先延ばしになさってきました。つまり先延ばし名人ということになります。で結局五輪も先延ばしに、彼の頭の中には中止はなかったんでしょうけども、まあ、彼に中止の決定をするにしてもそれをずっと先延ばしにしてきたら、もう引き返せないところまで来てしまっていたと、まあ、あとはやるしかないけども、まあ、理想的な開催とはほど遠いわけですね。昨日ほどついですが、ウガンダの選手の一人から あれが陽性が出てきたと、出国前に PCR もやって、ついて最初の検査もやって、抗体検査もやって、でその後で PCR やったら、陽性になったということでございました。まだ始まったばっかりですね。これからそういうことがガワッと出てくるわけですね。何十人も何百人も選手やってきます。選手村には1万8000人が宿泊できるそうでございます。1万8000人の1割は1800人でして、 5% は900人でございます。ファイザーの有効率は多めに見て 95% ということになってますね。全員がファイザーを打ってきたとしてもですね、900人は感染してしまう可能性があるわけですね。あるいは感染したまま入ってくる可能性があるかもしれないということですね。 PCR 検査の有効率はそんなもんじゃなくて6割とか言われてますね。だから何回かやっていくうちに陽性になる人も出てくるということです。まだ混乱は始まったばかりでしてですね、まあ、これからどんどこ、混乱が広がっていくわけでして、それにこう東京都は対応できるんかいなというふうに危惧されます。で、まあ、小池さんがね、今後どういうふうに動かれるのかという一つの注目ですけども、代わりに緊急事態宣言が出てしまったらですね、何をやってんじゃどうなりますよね、これ日本という国はほんまに何をやってんのという、日本人の大半は望まないわけであって、外国人にとってはほとんどどうでもええって、選手以外はどうでもええというこの五輪をこう強行開催するしたということでですね、誰が何の得をすんねんって、誰も得してないわけですよ。 IOC だけですよ、得してるのはほんまに。で、菅さんはそれで自分が得すると思ってるわけですね。自分の支持率は回復して選挙に勝てると思ってるんですけど、実は大損するというのがですね、大半の見方ですけども、そういうふうにはお考えになっていないわけですね。お考えになっていないから今までずるずるずるっと来たわけです。で、緊急事態、来月ですね、7月にもう一回、ウェーブが来ると言われても第5波ですか、6波ですか、来たらもう一回また緊急事態を出す、
という間抜けなことになるかも分かりません。緊急事態宣言を出してなおかつ五輪は開催で無観客史上最高にかっこ悪い五輪になりそうですね、虚しいし、そこで金メダルを取って何の価値があるんだろうというふうにも思えます。まあ、今後諸外国ですね、ウガンダは来ましたけど他の国来るんかというのも、まあ、あれですね、今後自体国っていうのも出てくると思います。これからでしょうね、あと一月になってきた、ということでございましてですね、政府は無観客を想定し始めました。それでもやるんかいという話でございますね。この日本経済新聞のサイト貼っておきますので、読みたい方は読んでみてください。はい、どうもありがとうございました。